紅葉台円形ファインタワー、城山公園は、東京都稲城市紅葉台にある公園。芝生広場や、自然林の中の散策路がある。紅葉台団地の中にあって、南北600メートル、東西200メートルの広がりを持つ公園である。南の橋は、紅葉台公園通りに接し、バスケットゴールが設置された約50メートル四方の、コンクリート舗装された広場がある。 通りの向かいにあるスーパーさんは稲城店とは立教でつながっている。そこからやや北側に芝生広場がある。芝生公園の真下を武蔵野貨物線のトンネルが通っている。北へ向かう自然林の中の散策路は下り坂になっており、北の端に至ると白いコンクリート建築の稲城市立中央図書館と体験学習館があり、市民の文化活動が行われている。 公園内には1988年に建てられたファインタワーがある。高さ24メートルの鉄骨製で、頂上から晴天の日には都心の建物や遠く、筑波山までを一望することができる。開放日時は5月8日から10月30日までの日曜日宿日の午後12時30分から午後4時30分。 毎年12月1日から翌年1月初めまでイルミネーションが点灯される。公園の西には三島三角点や陸軍用地と書かれた石の標識が存在する。東京都稲城市紅用台4丁目6番地。ありがとうございます。